はい、私からは3点です。まずは定額給付金の支払いの時期についてです。特別定額給付金の申請書につきましては6月の16日、現在で約120万件の申請書類を、受領をしています。市民の皆さん方には給付金の支払いについてお待たせをしており、大変ご迷惑をおかけしていますことをお詫びを申し上げます。先日お知らせをいたしました支払い時期について、市民の皆さんの手元にいつ給付金が支払われるのかといった不安を解消するために具体的な振込予定日をお知らせをいたします。5月末までに申請書を受領した方については、6月の26日、29日または7月の2日に支給します。6月の1日分の受領分は7月の2日から10日の支給日に振り込みます。6月の2日の受領分は7月20日までの支給日に振り込みます。6月3日から5日の受領分は7月29日までに振り込みます。また、6月の8日から16日までに、申請書を受領した方については、8月の初旬に支給をする見込みです。8月の以降の支給日については、決定次第ホームページでお知らせをいたします。現在コールセンターに支払いが遅くなっていることについて多くの問い合わせをいただいております。支払い予定まで今しばらくお待ちいただきますようにお願いを申し上げます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方については、まず区役所の生活困窮者自立相談支援窓口にご相談をいただきたいと思います。この支給日については毎日振り込むわけではありません。金融機関と協議の上、振り込み日は決まっております。ですから日々銀行に確認に行かれても支給日でない、振り込み日でない日は振り込みはされません。申し込みのされた皆さん方の申し込みされた、期日に沿った形で今支給日を具体的にお伝えしておりますんで、今お伝えした支給日に、必ず振り込みがなされるということであります。そしてもう日々生活に今お困りの方、これは生活困窮者自立相談支援窓口、区役所に相談いただければ、生活保護の手続きなり、また、短期の、小口貸付を紹介するなり、いたしますんで、10万円来るまでちょっとつなぎで小口貸付してほしいという人は区役所にご連絡をいただきたいと思います。またコールセンターにつきましても、事業者の方とですね、コールセンターの対応する、職員数についても、これは事業者の方に、我々側から拡充を求めておりますんで、来週からはこのコールセンター、現状よりはつながりやすくなると思いますが、その形で、限りある、職員マンパワーの中でも今やっております。大変お待たせして申し訳ありませんが、何卒ご理解をいただきたいと思っています。次にインテックス大阪の施設使用料のを、原則 半額についてです。現在大阪市において、新型コロナウイルス感染症による自粛要請等が解除され、明日19日からは府県をまたぐ人の移動も緩和され、今後は感染症を抑えながら社会経済活動を再開させていく必要があります。 G20 大阪サミットが開催をされたインテックス大阪は日本最大級の国際展示場で見本市展示会やイベントなどさまざまなマイスを展開をしてまいりました。新型コロナウイルスの感染症の影響により全国のマイスが停滞している状況であり、今回インテックス大阪の施設使用料を原則半額にし、地域経済の活性化への貢献
が大いに期待できるマイスを大阪に呼び込み、大阪からマイスを再起動をさせてまいります。主催者や出展者などには軽減した使用料も活用して、感染症予防の対策をしていただきたいと思います。期限は令和2年7月から今年度末までで、詳細については6月中にインテックス大阪のホームページで公表をいたします。なお大阪城ホールにおいても感染症予防対策のために、入場者数を半減するイベントなどに対して施設基本料金を原則 半額にしていただきます。本市が出資している株式会社大阪城ホールの経営努力により当面の間実施がされます。コロナ禍においても対策をきちっと行いながら魅力的なエンターテインメントを提供してもらい、皆さんに大阪で安心をして、楽しんでもらいたいと考えております。次に子ども本の森中之島の開館についてです。新型コロナウイルスの感染症拡大予防のために、開館を延期をしていた子ども本の森中之島を感染症予防対策を実施した上で、令和2年7月5日にオープンをいたします。当面の間は事前予約制で、6月27日からインターネットにより、受付をし先着順といたします。以前に予約いただいた方については大変、申し訳ありませんが、改めて予約をお願いをいたします。入館者数を1回90分あたり50人といたしますが、できるだけ多くの子どもたちに来てほしいと考えており、同日祝日は大人のみでの申し込みはご遠慮いただきたいと思います。定期的な企画や特別企画も少しずつ実施していきます。詳細については子ども本の森中之島ホームページでご確認をください。中之島公園に本を持ち出すこともできるので、ぜひ広い空間でも本を楽しんでください。子どもたちが本の魅力に出会える子ども本の森中之島へのご来館をお待ちをしております。また運営のために多くの寄付をいただいており、この場をお借りしてお礼を申し上げます。皆さんに親しまれる文化施設として長く運営できるように工夫をしていきます。本市ではその他にも芸術文化を支えるなにわの芸術応援募金を設けまして、伝統芸能や音楽などの分野の団体への助成金のとして役立てています。さまざまな文化振興事業や寄付制度を通じて芸術文化の力で都市魅力を高め、大阪の街を元気にしていこうと考えていますので、引き続きのご協力をお願いします。僕からは以上です。それでは質問をお受けいたします。必ずマイクを通しまして社名氏名をお名乗りの上質問をお願いいたします。質問につきましては静観点のみでお願いいたします。それでは幹事社のテレビ大阪さん。幹事社テレビ大阪栄です。お願いします。はい。インデックス の基本料金の半額の件なんですけど、そもそもコロナの状況で、インデックスなど含めて大規模集客施設の枚数にこれから需要があるのかというのを市長の考えをお聞かせください。これやっぱりコロナが収まれば、その枚数っていうのは非常に大きな事業者の皆さんも主催者の皆さんも大きな期待を持たれております。で、今回半額にするというのはやっぱり入場規制を我々お願いするからであります。ソーシャルディスタンスを取れるような対策をしてくださいよと。マイスを開催するにあたって、これは観光局でガイドラインを作りました。そのガイドラインに沿った運営をしていただくとなりますと、入場者数を絞り込まなければなりません。絞り込むことによって、これは主催者としては運営経費がこれが非常に赤字の恐れがあるというか、合わなくなってくるんですよね。主催者入場者数を絞り込むわけですから、その形ではこれはマイスを開催しようというそういうこう主催者が出てきませんので、開催していただくためにこの会場使用料、半額にしようということを判断をしたということです。ありがとうございます。幹事社から以上です。はい、次の質問を受けいたします。マイクを。はい、競争やなしです。よろしくお願いします。
明日からですね、府県下の移動が、まあ、自粛が解除されると思うんですけれども、合わせて東京とか、まあ、そういったところも移動自粛というのは解除されると思うんです。ただ一方で昨日、まあ、大阪で発表ありましたけれども、まあ、東京で、まあ、陽性者と接触した人が、まあ、大阪でも感染が出ていると思うんですけれども、そのあたり市長としては、まあ、東京とも、まあ、関西はそうなんですけど、東京ともこういうふうな自粛、移動自粛が解除されるんですが、そのあたりどのようにお考えになられていますでしょうか。まあ、実際は、まあ、昨日その大阪で、陽性が確認された患者さんも、もうこの間に東京行かれてるわけですよね、うん、だからやっぱり人の移動行動に制限制約はこれかけれない、わけですから、日本はその一人一人のもう行動の自由がこう保障されている国ですからね、うん、だから今は東京も大阪も見てましても、やはりそういうこう、夜の街のそういう、こう接待を伴うようなお店、ここでのやっぱり感染拡大がもうまあ増えてきてます、ですから、これなかなかね、このそういう場所で感染を拡大しているという人たちはなかなか場所を固定したり誰と行ったというのを、これはプライベートな話なんで、なかなかやっぱりこうクラスター対策にまあこう全面的な協力というのは非常にやっぱりこうプライバシーもありますからね、やっぱ躊躇されるところがあります。ですからまあ大阪においてはこれ吉村知事の方もQR コードで追跡システムを作ってますけども、その追跡システムはやっぱり自ら登録してもらわないとこれは追跡できません、そういう形で、まあ、もう今、休業の、要請は解除して、夜のそういう、こう接待を伴う飲食店舗も全て営業されてるわけです。そこへ行くなとは言えませんから、ですからそういう場所でこうに、そういう場所にの、うん、お客さん、そういうところで、こう飲食をされた、方々、それからやっぱりそういうところにお勤めの皆さん、についてはぜひですね、もうもちろん個人情報は必ず守りますから、ぜひちょっと体調おかしいとか、まあ一緒に行った人が咳込んでるとか、そういうことがあればですね、大阪これはもう大阪市の、保健所、まあ、南や北新地、こういうところでその楽しまれたお客さんとお店の方で、まあ、そういうちょっとこう、自分の健康面、体調がちょっと変化してる、ひょっとしたらで結構ですんで、もうひょっとしたらと思った時点で、保健所に連絡をいただきたいと思います、保健所でその状況をお話を聞いて、確認をさせていただいて、検査を受けていただくように、していきますんで、やっぱりこの大阪の中心部、今回も南で、まあ、発生してます。ただこれはお店の名前は分かりません。これはやっぱりいくらこっち側は協力要請しかできませんから、やっぱり相手の方がちょっと店の名前まで言えないということであれば、これは無理やり聞き出すことはできませんから、捜査とか調査とかやってる、捜査をやってるわけではありませんから、ですからそういうところにで、こう飲食された方、お客さん、それからお店で働いてる人たち、そういう方々で体調おかしい場合は早めに、今であればその PCR 検査自体がそんなに混み合っておりません、だから早め早めに対応することによって、感染拡大を抑えられますんで、ぜひ、早期にご連絡をいただきたいと思います。ちなみにそういった、まあ、東京関東近郊であったり、そういった北海道とかも含めてだと思うんですけれども、まあ、移動が解除になることについてはどのようにお受け止めになりますか。これやっぱり経済も
動かしていかないとダメなんで、先ほど、マイスの話もしましたけど、そういう中で、もうまさに、こう自分自身が気をつけながら感染をしないさせない、そういう、こう意識を持ちながら移動については、こう認めていくべきだと思ってます。次の質問を受けたします。産経新聞、産経新聞矢田です。冒頭あった10万円の話なんですけれども、まあ、今日こういう形でスケジュール感が示されましたけれども、やはり、まあ給付待ってる方にとっては遅いという印象も否めないのかなと思います。遅いよもう、はい、で他都市の例を見ますとですね、同じ、まあ、政令市も神戸市とかですと、まあ、自治体の方でアプリを開発してどこまでその進捗が進んでいるのかというのを確認できるシステムとかもあるみたいなんです、うん、で今回これを通して市長として支払いの時期、まあ、ここ示されてますけど、なんか考えなんか、課題とか見えてきたものがあれば教えてもらいたいと思います。これやっぱり、これを、実施してもらう事業者とのね、こう準備がもうやっぱり不十分だったということは、もう我々反省しなければならないと思っております。これ全国そうですけども、まあ定額給付金の作業というのは、これもまあこういろんな多様な業者があるんではなくて、ある程度やっぱり大きな自治体を受け持てるような業者というのは決められております。絞り込まれている、まあ、その中で我々はそういう、まあまあ、名前も通ったところを選んでるんですけどね、ただなかなかやっぱ初めてのことで、相手もこう一人一人の、こう相手の職員の皆さんのこうスキルというかね、熟練度というか、そういうのもなかなかこう上がってこないという中で、まあこれ5月からスタートいたしまして、で、今もまあこういう状況ですんで、我々側からもうさらに、人員の拡充をするようにということを指示いたしまして、まあ、少しずつ人が増えてきて、なんとか、まあいつ頃というところまでは、大体お示しできるようになったと、まあ、いうことですね。うん、非5万件という形で、まあ、目標に今やってますけども、まあや実際やってみると書類の不備等々もいろいろ出てくるんで、なかなかやっぱりこう予定通りは物事進まないというのを今実感しているところです。事業者がまあこの作業をするにあたって、例えばその個人情報の問題が見えてきたとか、そういったところはありますでしょうか。いや、それはありません。うん、これはもう民間であろうと役所の人であろうと、個人情報の取り扱いについては民間だからいい加減なことやるということはありませんから、そういうところはありません。うん、別件の質問です。ワクチンの治験がまあ今月末から始まるということで、うん、まあ、昨日吉村知事も示されましたけれども、うん、まあ、大阪発のワクチンの期待というものを市長の口からお願いします。いや、これはもう大阪さんというかね、これは日本さん、ワクチンはまず自国で、こう開発するというのはもうこれはもう必ずやらなければならないと思ってます。まあ、今イギリスアメリカやってますけど、まずは自国民相手ですから、いくらお金出したところで、イギリスで開発された、アメリカで開発されたものを自国民より先に日本に輸出してくれることはありません。それからこれは、僕も調べているんですけども、アメリカのワクチン、
これ一人当たり10万円ぐらいにするらしい。だから、これをアメリカ国民がみんな接種した後日本輸入するっていうと、これはもう全国民に打つっていうことになると、12兆円ぐらいかかってくるわけで、まだでやっぱり今アンジェス阪大の森田先生、それからまあその一大、それから病院機構みんな協力しながらやってますけれども、このワクチンがまず、今月の30日から医療従事者に治験がスタートして、でまあ来年の今年の秋から来年の春秋、このあたりにかけてまあ20万人程度に打てると。でもそれでも20万ですからね。じゃあまあ効果が出たとして、このワクチンの効果があったとして、今度はそれをどなたがまず打っていくのか、まあ、医療従事者っていうのはまあそれはもうもちろんなんでしょうけども、その後ね、どういう人たちがこのワクチンを接種することで、コロナによって命を落とすことをこう抑えることになるのかということもこれから考えていかなければならないと思っております。まあこの大阪でまず治験がスタートして、これ効果があると、これはっきりすれば、こう日本中のそういう、製薬メーカーと、そういう、こうワクチンを製造できる、設備のあるところで、これはまあ国がやるべき話ですけれども、早急に大量生産をするべきだと思っています。ありがとうございます。また話変わって恐縮なんですけども、新大学の名称について、近々、大学関係者の方と、知事市長を交えた会議が開かれるということで、そこでまあ名称も決まってくるのかなと思うんですけれども、市長としてのその大学の新名称に関するこういったものになればいいなというか、そういった期待があれば教えてください。いや、もう今僕がこういったものって言うのは言えないんですけど、もう分かりやすかったらいいと思います。ベターなものでも分かりやすければ、ベターなものでも、まあそれは分かりやすいのが第一だと思ってます。分かりました。次の質問を受け出します。関西テレビ、関西テレビ稲垣と申します。よろしくお願いします。ちょっとワクチンの話に戻りまして、阪大一大などと協定結ばれておりますけれども、医療従事者じゃなくて一般の方にこう治験というか投与していくとなった段階で、協定を結んでいる大阪でまず大阪府民を対象にまず進めていくとか、その一般人レベルの話で大阪を優先させていくとかいうお考えはありますか？それは大阪でまずこれスタートさせてきたわけなんで、こう個別だどういう人ということではないですけれども、大阪でワクチンを広めていきたいとは思っております。具体的には今後その治験の認証とかで国との協議とかもあると思うんですけれども、今はそういうレベルの話まではできているんですか？国とはもうこの間もともとこの話始まったのは3月初旬に、森下さんからそういう連絡を僕がいただいて、で、森下先生は政府のさまざまな、そういう、 こう民間人の、こう役職もやられてるんで、政府も巻き込む中でね、政府をどう巻き込むかという話の中で、これじゃあオール大阪でまず立ち上げていこうよという、そこからスタートしてますんで、3月の半ばに大阪府大阪市から阪大一大でこのワクチンの協定を結んだ、で結ぶことによって厚労省もさまざまな形でスピード感を持って動いてくれたという、こういう事実がありますから、だから国もこの巻き込みながら、このワクチンの効果が
確認された時点でね、これはもう今度は日本中にこのワクチンをいかに広げていこうというような広げていく体制をやっぱりこれは国がきちっと組んでいくべきだと思っています。まあ、その3月初旬中旬の話されましたけれども、森下先生が国を巻き込みたいから大阪府市の力を貸してほしいという話だったのか、その松井さん吉村さんの側からまあ大阪でぜひやらせてほしいという話だったのか、ちょっと前の話になってしまうんですが、それはどちらだったんですか。いや、やっぱり国の動きも遅かったです。厚労省の動きも。で、まあ、森下先生も阪大だけでは、阪大だけではインパクトに欠けますから、あのアンジェスという会社は、まあ、森下先生が学校の阪大のこう中で、そういうこう、なんていうかな、作られた会社ですからね。だから阪大でアンジェスだけでということになると、なかなかインパクトがこう薄いということで、それからやっぱりこれ協力してもらう病院がいりますし、で阪大だけではなくてやっぱり府大もいろんな意味でこう農学部や獣医学部持ってますから、そういう協力も必要だという中でオール大阪でやろうということを、まあ、決断をしたということです。ありがとうございます。最後にちょっと確認で、まあ、今後一般人レベルで投与となってくるときは大阪を、まあ、優先させたいなというお考えで、まあ、そうはそうですよ。そうはそうやけど、あんまり言いにくいやんか、それそれはその全国ね、いや要はある程度数できても20万人分しかないんで、大阪880万いてね、大阪の中でもこれ20万では全然足りないわけで、かといってじゃあもうそれ隣のね関西の府県の皆さんはもう最初からそれは無理ですよというなかなか言いにくいんで、やっぱりこう重篤にならないというそういうこう効果が見えてくればね、やはり基礎疾患がある高齢者からということになるんじゃないかなと思いますね。うん、だからもう君ら元気そうやからもう最後、うん、もう基礎疾患あんねやったら別やけど、ないんやろ基礎疾患は。何かあんの？糖尿、重度の糖尿病とかないんやろ。もうないんやったらもう君ら最後やな。だからやっぱりその限られた数しかできないから、あんまり大阪の出会ったから大阪の人だけってそう言いにくいんで、やっぱり基礎疾患のあるやっぱり重篤になったら命を落とす、やっぱりそういう人から、そういう可能性の高い人からやっぱりこう提供されるべきもんなんだなと思います。ありがとうございました。次の質問です。4月14日か。だから3月の半ばやったかな、森下先生の話。森下さんは、いつやったかな、僕が知事2年目、だから2012年から大阪府の医療戦略会議の座長をやってもらったよ。うん、で、いろんな今、まあ今、いろいろとこう、取り組んでる中之島の先進医療センターとか、それから府市の住吉母子とそれから急性期と一緒に作った、住吉、母子医療センターとか、まあ、そういうこう大阪の医療戦略の最初取りまとめをやっていただいて、そこからずっとお付き合いあるんで、ね、うん、でそういう形で、まあ、今回もぜひ大阪発大阪ワクチンを協力してほしいとこういう話でした。まあ、一応そういう話です。そのワクチンの関係で、うん、まあ、今月下旬から治験をやるというふうなことで、これ阪大が、まあ、アンジェスが入れられているということなんで、従来でいけばその阪大の、まあ、医療関係者が、まあ、最初に、まあ、そういうふうに治験を受けるべきな、なんか数字かなと思うんですけれども、一大の医療関係者になっていると思うんですけども、うん、ここはどういうふうな理由があるか。いや、それは今回
ワクチンを開発するということで、連携協定を結んだということで、一大のドクターが、やりたいということです。これ、森下先生自身が自分が最初に打ちたいと言ってるんだけど、なかなかそれがね、こう厚労省の定めの中で、なかなかその自由に 誰に打ってあげるというわけにはいかんらしいよ、これ。医者に無理やり打ってるわけじゃありませんから。で、安全性はもちろん確認できてますんで、動物実験でも。動物実験のその確認ってまだ終わってないというふうに聞いてるんですけど。いや、動物実験で効くか効かないかの確認はできてないけど、安全性の確認はできてるということです。だからこのワクチンというのは効くか効かないか、これが分からないところがたくさんあるらしい。これはもうインフルエンザのワクチンでも全員に効いてるというわけじゃないということです。だいたい確率として半分ぐらいらしい。それでこう一番求められるのは、そのことによって重篤にならないという、そういう効果をもう、求めていってると。もう それがワクチンの一番のこうなんか求められる条件というか、そういうのになるらしいね。ABC の安井です。子ども本の森、3月1日にもともと開館予定で4ヶ月経ってようやく開館できることになりましたけども、改めて子どもたちにとってどういう施設になってほしいかというのを教えてください。いや、だからやっぱりね、これは安藤先生も言ったけど、なんか本ってなんかこう、人生に大きないろいろといい影響を与えるということが多々ある。これは安藤先生もそうだろうし、僕もそうですけどね。で、そういう中で子供の柔軟性がある、その子供の時代に、そういうこう何でも吸収できるような、そういうこう子供のそういう年齢の中でね、もうありとあらゆるそういう本を揃えますんで、ぜひここでね、子供たちの人生が豊かになるような、そういうこうなんていうかな、感性というか、そういうものを養えるような本と出会ってほしいと思ってます。全く話変わるんですけれども、先週の法廷協議会が終わってからですね、今回コロナでかなり大阪の経済も打撃を受けたという中で、市長が、3年ぐらいのスパンで、社会経済の復興とか生活再建というのをしていきたいというふうにおっしゃったと思うんですけれども、改めてその3年計画というのがどういうイメージのもので、具体的にどういうのを考えていらっしゃるかというのがあれば教えてください。いや、だからまず人が、さっきのマイスのもそうなんですけどね、結局今インテックス半額にしないと、逆に言うと半額にしないとマイスができないということです。マイスが。で、やっぱりコロナ前、この大阪で、観光、マイス、エンターテインメント、こういうものを柱にやはり一つの産業としてしっかり打ち立てていこうということで、IR も我々目指してきたわけですけども、こういうものが、普通にね、マイスも含めて、例えばマイスが普通の状態でこう開催できるようになるというには、やはり3年程度かかるでしょうと。先ほどのワクチン、治療薬、こういうものが世界中の人に広まって自由に往来できるようになる、そういうこと、そういう、ことができるまでに2年から3年かかると僕はそう思ってます。なんかそれは市として具体的にプランみたいなものを作ったりされるお考えなんですか？そうではなく、なんか具体的に何か計画とかを作ったりされるお考えなんでしょうか？いや、それはコロナ次第のところがあるから、我々が今計画作ってもそれは実際に、それが実現
できるかどうか、もうまずはやっぱりコロナがどうなるかなんだから、でだからもう我々は長期の成長戦略というのはもう持ってます、大阪府市で長期の成長戦略は。だからそれを実現するために、まあまあマイスとどう付き合っていくかっていうのが一番のポイントになると思いますよ。G 通信岸本です。すみません、ちょっと事務的な質問になってしまうんですが、この特別定額給付金の支払いに関してなんですけど、確か申請受付から3ヶ月っていう期限があったと思うんですが、その8月初旬がその6月16日までの受付であると、その3ヶ月っていうのが過ぎてくるんじゃないかと思うんですけども、市長はどうお考えになってますでしょうか。3ヶ月受付開始から3ヶ月だと思うんですが、申請の3ヶ月というのは申請の受付開始日から申請を受け付けるのがそこから3ヶ月で、8月の25日まででございます。あちらはあの支払い日の話をしております。だから申請を8月25日までにしない人はもらえません。だからもう君もう申請したの？あ、もう早いな。え？あ、そうか。あ、見直しか。うん。だからもう君らは給料も減れへん、ボーナスも減れへんねんから、申請忘れてもいいよ。うん。あ、まあ、産経新聞と毎日は申請しとき。朝日新聞佐川です。あの関西電力の関係ですけれども、市長はあの繰り返しその関電の提訴については内容精査した上で判断ということをおっしゃってますけれども、あのこれまでおっしゃっていた株主代表訴訟については少なくとももう行わないという判断ということでよろしいんでしょうか。いや、それはまだ決めてません。もう、まあ、代表訴訟というのは別にいつでもできる話なんでね。で今ある程度会社側があの旧役員の皆さんに対して訴訟提起したということはこれ評価してますけども、提起した中でこれからどうなっていくかわからないから、例えばこれはまあ思いたくないけど、その格好だけ提起して途中でね、なんかこうな我々納得できないような和解案がで、なんかもうこう、いつの間にかそれ話が終わってしまうとかね、そういうことになったらやっぱりこれは株主としてなかなか黙ってられないからね。だからそれは代表訴訟をやらないということじゃなくて、今回も会社新経営陣が要は訴訟に踏み切ったということところを評価してますんで、だからちょっと様子を見ようと、こういうことです。わかりました。それとあの来週の株主総会ですけれども、うん、代理人も決まったということですが、うん、その株主提案など、まあ、4月にも出されてますけれども、一部それが実現しているところもあるかと思うんですが、うん、あ、どういった内容で今お考えでしょうか。いや、もうこれ毎年出している内容に、新しいところプラスアルファ、つけて、株主として提案をしたいと。あんまり、まあ大きく毎年のその事業の内容については毎年の提案と大きく変わるようなところはありません。わかりました。大丈夫です。ありがとうございます。次の質問、毎日新聞。毎日新聞の八尾です。お願いします。都構想に関してですね、住民投票の前に、まあ、できる限りこう市民に説明をしていく、まあ、ないしは議論をしていくということが必要だということが、まあ、前々から言われているわけなんですけれども、うん、市長が考えるですね、この8月議会、まあ、8月から9月にかけての議会というのはいつ頃からこうあった方がいい、どれぐらいの期間あった方がいいというふうにお考えでしょうか。いや、まあ、どれだけというか、まあ、議会というのは大体臨時会でも開会をすれば議会の中のルールっていうのがありますから、これは各会派が
例えば付託案件委員会に付託するのか、委員会付託なしで採決するのかね、それから開会すれば市民の皆さんのさまざまな請願等々の受付、それから国への意見書どうするのかというようなこともありますんで、やはり一定その、従来の定例会と、同様の形で、議会の方で議運で日程が決められるとこう思ってます。ありがとうございます。その後議会の後ですね、60日間以内でということなんでしょうけども、その中で前回は市民説明を、24区全部で確かやったかと思うんですけども、今回もその同様にやるべきとお考えですか？やるべきだと思いますけど、前回のように24区全部で、こう密な状況を作っていくというのはちょっと難しいかなと思ってます。だからやっぱり絞り込む中での説明会をやって、そこでの、そこでの情報をリアルタイムでネット等で情報発信をするという、そういう形になるのかなと思います。ということは、24から数が減って、12とか、なんかこう半分ぐらいになるとか、そういうイメージですか？その辺はちょっとまだこれからですね。ありがとうございます。他質問ございますでしょうか？関西テレビ。関西テレビ稲垣です。ちょっとすみません、またワクチンの話ですいません。先ほど協定結ぶことで厚労省の動きもスピーディーになったとおっしゃってましたけれども、どういった点でスピーディーになったのかと感じておられるかということと、さらに国への対して申し入れとかしていかれるのであればどういうことを考えておられるか。いや、これだから今治験が6月30日にね、それ数人分だけど、こう治験が実施できるというだけでもね、これ従来厚労省のさまざまな専門家の皆さんの意見とか審査とか、それを受けた上でこれ6月30日やってるわけだから、その回数についても厚労省がいろいろと早期にこれが実現できるような状況を作ってくれたと、そう思ってますよ。この辺は森下先生が厚労省とさまざまな交渉した結果やと思います。産経新聞矢田です。先ほどまた関連の話なんですけれども、和解する可能性もあるかもしれないと市長おっしゃいましたけれども、ということは一つこの訴訟が終結するまではその訴訟を市として起こすっていうのは判断しないっていうことなんでしょうか？いや、それは途中で、いろんな情報を取りながら、いやこれちょっと例えば新たにこの株主でこれだけ、毀損されている、損させられているような事実があるのに、その訴訟の中に新しいものが入らないとか、そういう事実によって、我々はもう、まさに市民の財産なんだから、それを毀損するようなことにならないように、それは株主訴訟という、そういうこうカードを持ちながら、現経営陣が行うそういう訴訟をしっかり見守っていきたいと思っています。市として訴訟をするとなれば、議決も必要になってくるかと思うんです、でそうなると次の議会、9月司会になるかと思うんですけど、例えばここまでに判断するとか、そういったスケジュール感市長の中で決めてたりとか、そんなもないですか？いや、これはもうとにかく今回、訴訟まで提起した現経営陣のそこはある一定僕は評価をしております、ただそれが何て言うかな、ちょっとパフォーマンス的にであればね、これはもう全然株主として納得できませんから、それはいつまでということじゃなくて、やっぱりこの納得できる答えが出るまで、我々は絶えず
そういうカードは持ちながら、こう、うん、対応をしていきたいと思っています。はい、ありがとうございます、うん、他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございました。続いて政府の質問に移らせていただきます。政務関連の質問のある社の方いらっしゃいますでしょうか。ないということで以上です。ありがとうございました。うん。